コントローラー使えるような状態にだけしている状態ですね。はい、では早速ですけれども始めていきたいと思います。エレジェンダーハズイットゼアイズアスモーキングホットベイブザトップ、何言ってるかさっぱりわかんない。あ、これ見たことあります。負けたらバーニング。 You have had the legend to バーニングしますね。 So you are gonna get the wave right。はい、わかりました。 Go on the get up the there ということで、上に登っていけということです。こんな感じですね。へっへっへっ、ということで早速やっていきたいかなと思います。最大ダメだとここまで飛ぶ。自分で動かすことができるんですね、これ。で、ジャンプは多分これで、あ、これがその初期さんが言ってたこの36フレームあったら自動ジャンプってやつですね。で、36フレームあったら自動ジャンプして、で、はい、でここですね。むず。早速これは分かりましたよ。そのおっしゃってる難しさっていうのは、で、これは要はここでハイジャンプしろじゃダメってことなんですね。ってことですね。ジャンプ中は操作できない感じですか。で、これはこれ で、 で、ね、まだここはこういう出っ張りがあるから、これくらいかな。はいはいはい。むずいこれ待って待って、ちょっと相手の動きがちょっと速攻気になっちゃうぞ。なるほど、二の度で見てるとなかなか面白いですね。あ、本当ですか、よかった。難しそうだ。ありがとうございます。そうなんですよね。でも僕のこれ対戦したら絶対面白いだろうと思って、で、難しいですね。そうそう、あ、でも難しいと思うんですけどね。序盤のこれ絶対これ対戦したら流行ると思うんですよ。ということで、疑似対戦ってことでちょっとやってみるんですよね。うわぁ、なるほど。それで難しいと感じる。すでに難しいと。で、こう来て、これはハイジャンプですよね。感じますよ。で、とにかくハイジャンプできるところってのを探していって、あー、なるほど。今のでギリジャンか。なるほど。あ、これ面白いですね。普通に。ツボよりも全然操作性は、なんか自由に動けそうな気がします。ヤンプの、ツボみたいなフラストレーションはないですね。微妙なためを、覚えないと。作業のアさん、初期さんは駄菓子を用意して輸血ってなってるかな。多分そうだと思いますよ。初めて、僕もそう。さっそうと追い抜いていく感じですかね。ここはこれでよくって。あー、なるほど。初期チャンネルさん、サラダ食べながら見てます。序盤でこれは厳しい。やばい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 。で、ちなみに僕、この、対戦相手の人なんですけども、ゲームセンスの塊のような人なので、結構厳しい。めちゃめちゃゲームセンスある人なんですよ。だから今まで初見プレイでその人に勝ったことないんですよね。作業のアさん、30分で分からせてやるか。待って待って待って、これはこうっすよね。で、記憶力、違うか。ここはこうで、少し、あ、違う、押す。で、こうで、なるほど。こうで、ちょいジャンプね。こうで、ほい。ほい。ほい。で、ちょっと集中してやるので、一
つも以上に喋れないかもしれません。これはハイジャンプだな。そんな作業のアさん、これ相手の状況見れないのがもどかしいですね。そうですね、あのあえて、あ、僕見ようと思えばあのブラウザ開いて見えるんですけど、あえてそれを見て見たら今やつはどこにいるのかってことでプレッシャーに耐えかねないので、まあ、もちろん見るのも自由ですよ。え、待って、どうやっていくの。ああ、こっちか。で、しっ、これでハイジャンプ、ハイジャンプ。あ、ここはまだ救いがありますね。作業のアさん、見たら絶望するかもしれないから、それはそれで。そうですね、あの僕にあの皆さんもやばいですよと教えるのも皆さんの自由です。すべて自由です。ここにはルールなんてありません。あるのはただ飛ぶ以上です。僕とあのあれですね、星ヒューマと誰だあいつ、花形の関係と同じです。僕らの関係であるのは一勝負、ただこれのみです。クラブやベアナックルより難しいですか。どちらかというと僕の方が花形の方がいいかな。飛びすぎた、やっべ。レグナユタさん、なんと現状全くのご確定。っていうところで、あ、ありがとうございます。マジですか。やべえ、を作っちゃう。現状に勝負。マジですか、ありがとうございます。そんな、あのそれ向こうにも伝えてあげてくださいね。あの煽るも煽らぬも皆様の自由でございます。ノールールです。あ、ようこそお越しくださいました。今このゲームで対戦してます。配信対戦ですね。90分の間でお互いにどっちが先により高く飛べているかっていったところを今KMD さんと平等いい勝負。田沢くんが今どこまで行ってんのかなって考えてやってたら下まで行っちゃいました。やばいやばいやばい。ちょっとぜひ今下にあの僕のすぐそこから彼の配信飛べるので状況とかウォッチしていただいて。全く KM って 2GA1 出てないので、で一応僕の中で、皆さんあの集中して皆様とのあのね、コミュニケーションをないがしろにするのことはあってはならないっていう僕の中でルールを決めているので、話しかけていただいたり煽っていただいたりして結構でございますので、お好きにこの配信を楽しんでいただければと思っております。やべえ、やばいやばい、これやっちゃいけ、やばい、ここは助かる。よし、でこれはチョントビー、ダメだ、ここら辺で、よし、ここら辺で魔界村よろしく、よし、垂直に落ちると思ったら、これはジャンプで、それでもなかった、大ジャンプして OK で、とりあえずここノーマルジャンプだけして、どうやっていけばいいかを確認すると、こっちか、なるほど、きついなこれ。難しいですねこれね。ここからイメージを一気にジャンプする感じが、ね、イメージですね、とにかくイメージ。あ、分かった、垂直ジャンプが大事だ。そうだな、はいはいはい。魔界村異常にジャンプの自由なさそうで慣れにくそう。ないですね。
作業ノアさん、珍しく俵に気がなるほど連呼してる。え、なるほど。え、どういうことですか。なるほど、なるほどって苦戦してるってことですね。ざまみやがれ。完全に感覚なんで。ほっ。あや、やっはー。ご活動聞いて。どうもこんばんは。向こうが。どの辺まで行ってるか。これはこっから大ジャンプであっちに行くべきだな。そうだな。で、ここら辺から中ジャンプ。で、これでジャイジャンプはまずいのか。なるほど、そのためのこれか。互角な感じなんですね。やばいやばい。本当に互角ですね、大和田。次の整備が来ました。やばいやばいやばい。次のステージが来ました。あ、これ時間制限自分で設けたの正解ですね。同じ感じですかね、やっぱり。あ、ああ、ああ戻りました。お、一歩リード。次のステージに行って。よし、戻りました。伏せスタジオ、ズネさん、向こうの側が可愛くて素晴らしいんですが、なんでこちらには誰も映っていないのでしょう。左上に、その自画像映ってますよ。彼の。こんばんは。まあ、僕もちょっとマイちゃん使おうか考えたんですけどね。ゲーム、美里友達の、じゃない、あれ、VR やってた時、VR やってた時、モニカじゃなくて本当は知らぬい舞の柄を作ったんですよ。でも知らぬい舞の柄を、V カツってやつで作ったんですけど、 V カツのやつ YouTube で使えなくてニコ動しか使えないんですよね。で、それでしかもニコ動で使うために5000円払わなきゃいけないとかっつって、そのVR のアバターちょっと公開見送ったんですよね。結構極限まで知らぬ前に似せて作って、結構配信版食らうギリギリまでセクシーに作ったんですけど、ちょっと惜しかったですね、あれは。よし、あれ、こっち行って意味あんのか。ダメですよね、これ。こう落ちちゃうから、こう意味ない。これ配信をしてます。よし。お。よし。よし。うわあ、きつ。ここが。ガー。あれ？こっちだね。この男性が。この段差が。いい、いや、我ながら結構自分でも思いついて、あ、これもしかしたら自分でもやっててみんなも楽しめる配信になるんじゃねえかなと思ってたんですけど、まあちょっとヘッポコのところはヘッポコのところありますけれども、我ながら結構いいものを思いつきましたね。あ、違う、またこっちじゃねえんだ。はぁ、レグナユキさん、視聴者の身分の1が四天王ってすごいですね。やべやべやべ。やっべぇ。こう、そうこうしているうちに、やつは今、どこまで行ってるんだ。やばい、気になる。気になると腕が震える。で、ここはハイジャンプで、で、こっちに行って、ハイジャンプで。よし。
よし。で、これは左行って、で、これを大ジャンプで右まで行って、で、ちょっと押してこうで、で、ちょっと押してこうで、ちょっと押してこうで、ちょっと押してこう、ちょっと押してこう、ちょっと押してこう。よし。で、大ジャンプ。よし。千夢さん、ドキドキジクブ。ドキドキです。こんばんは。もしよければ、今、僕の URL から飛べる、もう一人の今、人間が同じ配信をしてて、どっちがより高みに登っているかっていう配信をしています。ぜひ、そちらにも顔を覗かせてあげていただいて、で、ちょっとできれば煽っていただいて、レグナユタさん、なんと、相手側は画面が止まっていまして、なるテほスタジオ、ズネさん、やはり互角。なるほど。左上のアさん、俵ミキ問題発生ダブル、配信止まった。マジっすか。ちょっと先に進めますよ。だとしたら。いや、容赦なく先に進めます。10時半で、いかなる理由があろうとも、先に高みと、到達していた方が勝ちというルールなので、問題とか受け付けられないというふうにちょっと伝えておいていただけると嬉しいです。それもまた、車上のアさん、今だ、組むぞ。今だ、チャンスですよね。チャンスだ、動チャいンスたけだ。どとどまりがち。よし。バーニングハイトを買うのはあいつだ、俺じゃない。止めバーニた。ングハイトを買うのは俺じゃない、あいつだ。なんでも好き好んでバーニングファイトなんて買わなきゃいけないんだ復よ。帰したいんですけども。だいたい、あ、待って、もうこっちじゃない。復帰したいんですけど、千夢さん、バルーンファイトしか知らないが。あ、なるほど、バーニン OBS グファイトご会存知ない話ですか。固まってる。梅田版ファイナルファイトって言って、SNK が出してる有名な、ある意味有名な。今は大丈夫かも。大丈夫ですか？ある意味有名な、ベルトフラワーアクションです。動けてますでしょうか？見えてますでしょうか？何やってんだ。ここは大ジャンプじゃない。よし、落ち着け落ち着け。動いてます。ありが見えとてうおりごまざす。います。大丈夫です。ありがとうごこざれい大まジャンす。プしか構わない。チョンジャンプ。というわけで、で、これで、ここも振り出し構にわな戻い。りましたこれね。も大ジャンプで構わない。結構ちょいジャンプ。で、結構ちょいジャンプ。ダメ。よ、スジャムさん、起きろ、起きろ。ありがとうございます。待ってましたよ。やばいやばいやばい。やばい。奴が復活する。奴が復活する前に、早く、リード稼いでおかないと。いや、これ問で、題はこの対戦はマジで楽しいかも感しれ謝。ない。スクリーンショットた、あの配信とかじゃなくても、スクリーンショットで対戦とかでも、まあ、オンラインで楽しめない以上、お復互いに帰。なんか時間よ、決めスて、テアムさん、全部大ジャンプ縛りでいこうぜ。まるま全部る。大ジャンプ縛りとかってできるんですかね？戻っ絶対た、できな左い気上がのするんアですけさど。ん、復活。俵ミキ復活。あ、静か。生き方、いややばいよ。ー いやーこ、さっきいいとこまで行ったのに。いやー いいですね、その、僕の一挙手一投足。見えない分、ダメでそすの、ね。皆さんからのその情報がですね、すごい、あれですね。緊張感を生みますね。飛びすぎ。しばらくこのあたりを。ここはここでよ、大スジャンテプアムか。さん、行きそうだ。ん、こ
これ上に登るゲームですよ。レグナギタさん、コースを自由に作成できてオンライン体験可能。このゲーム難しすぎでは。あ、そうですよね。あとあれですよね。これスマホでもできますよね。全然スマホで、ね、タップで全然遊べるレベルだと思うんで、これスマホで出せばめちゃめちゃ売れると思うんですけどね。またやっちゃった、こっち来ちゃった。大ジャンプ。慣れるまでは。よし。上に登ってますけど、何か。ああ、やりすぎた。また何回やれば気が済むんだ、俺は。スタジオのアさん、スマホでやれたらいいな。そのスマホでやってたらこれ絶対面白いですよね。まあ多分、まあ作者もこんだけ売れたら次それ考えるんじゃないかなと思うんですけどね。こちら。レグナユタさん、スマホ叩きつけて壊す人出てきそうですね。ですね。ステアムさん、光線が飛んでる。千夢さん、美少女は上から落ちてくるもんだ。美少女は上から落ちてくるもの、そうですね。これ、ここが難しいですね。ここですね。下じゃないです、上です。分かっております、分かっておりますよ。ジャンプキングは下から上に登るゲームです。え、たぶね、いけた。あ、ちゃったー。ぶつかって、こういう感。ぶつかっていく感じ。大丈夫、大丈夫。ここは怖い。ここよし。この滑り台は皆さん、僕だけじゃなくて後編にお願いしますよ。煽るんだったらあっちも煽ってくださいね。お願いしますよ。ぜひぜひ。そうじゃないと僕、ステアムさん、あれだ、どんぐりの背比べだな、わら。よかった、ただいま。僕、ちょっと最初見ようかなって迷ってたんですけど、ちょっと皆さんからのそういうその淡い情報のみを頼りに、ちょっと彼がどこまで進んでるかっていったところは把握しようかなと思うので、僕からやっぱりちょっと見たり煽りに行こうかなともちょっと考えてたんですけど、やめます。あれ、田沢くんまだその息とかっていう風なチャットを打ってあげようかなともう考えてたんですけど、ちょっとね、そんなことできる余裕ないっすわ。全然ない。そしてこのゲーム面白いです。初期さん、ありがとうございます。これめちゃめちゃ面白いです。なんで、皆さん、急ぎましょう。やばい。やばいやばいやばい。ジャンプしちゃった。了解です。いや、大丈夫大丈夫。クセスタジオ、ズネさん、間に合わなくなっても知らんぞ。あ、間違えた。危ない。煽りに来ました。急ぎましょうとかっていう、そういう淡い情報はありがたいですね。やばいやばいやばい。怖いよ。で、これで、こう来て。よし。煽られた瞬間。よし。失敗しましたよ。よし。よし。ここですよ。辿っちゃったよ。煽られる前に。これむずいな、ほんと。LAKSI。やべえな、あそこでどれぐらい足止めされてる俺。スタジオ、ズネさん、何もしなくても追いついてました。キョ、ステアムさん、僕の煽りで落ちていきました。テンユメさん、ハンターハンターの世界中より険しい。やばい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 。最初まで落っこちちゃった、やっべえ。キョ、ステアムさん、おめえも落ちてるじゃないか、ほら。やべ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 。ちょっと皆さんお願いしますよ。あっちも煽ってくださいね。お願いします。頼みますよ、ほんと。そうじゃないと僕やばい、これ。やばいやばい。いいね。はははは。やべえな、これ。焦る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 。これめちゃめちゃ焦ります、いいね、人とやってると。ダメだね。あ、これ、ステアムさん、何これ、これ、人とやると、絶対楽しいと思います。これ。
K さん、初見です。頑張ってください。ありがとうございます。今、見せつけていってますね。このゲームは配信しながらだと難易度上がると思います。格の違い。これ、そうですね。皆さんのこうやりとりと、あとは、対戦相手のことをこう想像しながらやると、めちゃめちゃ熱いですね。KM ユーザーのところから来ました。少しずつ差をつけてきていますね。プレイしてから30分経過。まだまだ。まだ30分だ。あと1時間ある。まだだ。まだ慌てるような時間じゃない。ちょっとすぐ、今8人の人がいらっしゃるってことを気づいたのが今初めて知りました。KMD スタート地点うろうろ。ナナさん、はじめまして。僕も食さんのとこにいつもお邪魔させていただいてるケミニと申します。ナナさんがいつもこのゲームで適切な。ルさん、でも配信しないと心が病む可能性が。笑。断いつも食さんに適切なアドバイスとか、あと裏裏を、これの、アナザーのアナザーをおすすめしてるチャットの方はよく見かけております。始まりの中央。ナナさんはこのゲームはすでに経験済みなんですかね。よし、ちょっと。うろうろしてる感じですか。で、もしよければ、今、対戦相手の配信も今、同時にやってるので、その方の、対戦相手の方の方の、方にもちょっと見てもらってですね。スーパージャンプ。ぜひ煽って、ください。で、煽って。スーパージャンプしたら、ちょっと落下を落ちますか。確実に10時間近くできる。落ちました。ないね。そうっすね。本当にこれ10時間一人で誰かと話しながらとか、こういう風に誰かと対戦しながらとかってことを考えてやらずに黙々とこれやるのは結構至難の業ですね。で、このゲームあれなんですよ。AMDの力をスタート画面に OBS を使うときはウィンドウキャプチャーでやってねっていう風にデカデカと書いてるんですね。要はこれ配信しながらこのゲーム遊んでくださいねって、もうこのゲーム公式がそんな風に言ってて。はい、そろそろ登ります。あ、タチなんですね。よかった。よかった、よかった。ラジオノアさん、これ配信じゃなかったらやむ。7K さん、完全に動画税です。白目。なるほど。適切なアドバイスをぜひお願いします。やつに、これ負けた方がバーニングファイト買わなきゃいけないので、バーニングファイトに800円は出したくないです。関東の昼食代です、それ。一日の昼食代です。今30分ぐらいですかね。またやっちゃった。よし。よし、集中。30分で、ここですか。ここだな。滑り台。容赦なく、ここまで落ちていく。よし、ここ来たぞ。よし。よし。で、これは多分大ジャンプでこうなんですよね。オッケー。ラジオノアさん、落ちた瞬間全力少年流そう。全力少年って前もおっしゃってましたよね。どんな曲なんだろうな。そうだ、それ調べるって忘れてたな。しまった。よし。で、これは、これぐらいジャンプじゃない。KMDさんから来ました。頑張ってください。やっちゃった。頑張ります。やっちゃった。よ、ステアムさん、クムド、ボッシュートです。こちらも見に来ていただいてありがとうございます。はめめめ。アジアの KMD 30分経過。現在地点だけで言えば互角ですが。あちらの KMD に。まあ、互角ですがなんですね。やべえな。ワーニングファイト、かわせます。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。よしよし。はい。あっ、やった。あー、だった。もう癖が悪いな。まだ終わってるような時間じゃない。
ちょっと慌てましょうか。滑るわ。で、ここも大ジャンプ、大ジャンプで、ここがチョンジャンプ。チョンジャンプすれば助かると。変換というか誤認識だろうけど、アジアの KMD は深い。オッケー、よくご認識しました。オッケー、オッケーじゃない。いや大丈夫、まだリカバリー完登、すぐ戻ってこれ、ご了承ください。よし、アジアの AMD、 これがチョンジャンプ、チョンジャンプ容赦ねえな。ここまで容赦なく落ちていく。これは厳しい。ほっ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 。で、この後もこれぐらい、これぐらい。厳しいですね。アジアの純真って昔やりましたよね。足りない。アジアのパピー、パフィーでしたっけ？ツンクと結婚したんですよね。クイズで覚えました。あー、何回目これ？ちょっとまだその息。ちょっとまたここから？やばいな、これ。やばい。いや、ほんと相手がタダ枠っていうところがね。こんなことやってたらあいつ、即、いや本当にゲームセンス抜群の人なんで。行き過ぎ、行き過ぎた。車上のあさん、西川貴教じゃなかった？え、西川、あ、そうでしたっけ？あれ？グレスタジオ、ズネさん、急ぎましょう。はい。ステアムさん、気泡、徒風量ジャンプ。よし、はあ、え、ただが両ジャンプですって。よし、来たぞ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 。ここ疑問ですね、疑問ですね。よ、ステアムさん、おう、グムドカス、明らかに難しい感じがする。企画成果しない。マジか、マジか、悲しい。やばいやばい、アドレナリン出てる出てる。7K さん、おかえり。ラジオノアさん、グムドカスは臭い。やばいやばいやばい。戻ってまいりました。やばい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 。見えないに相手との戦いってのはこれ燃えますね、これね。これはかなり。これ絶対対戦ゲームとして成り立ちますよ。めっちゃ思います。けど今俺なんでこあっち飛んでたんだろう。これがわからない。僕は行かないといけない。神の KMD になるために、真の KMD。 このゲームセーブ機能ないですよね。オートセーブじゃないですかね。いつぞやの。ここが本当に癖が悪いですね。ステアムさんに窓で見てるけど、恐ろしく進行速度が全く変わらんね。わらわら。おそらく。やばいやばいやばい。同じ地点で。やばい、そう、それすげえ、その、皆さんのその、なんていう、あ、ダークソウル的なって言ったらいいんですかね。その完全じゃない情報がすごいもやっとしてて、やってる側とするとすごい嬉しいですね。ないというようなセーブ機能はないと思います。よしよし、やべ、また千夢さん、おもり外してもええんやで。おもり、おもり、そうですね。じゃあそろそろ翼を、翼を。やはりそうなりますか、甘くなかった。ですね。皆さんに翼を見せましょうか。
上ノアさん、ああ、この濁る漢字どこかでと思ったらフロム系の濁りか。そう、フロム的な何かを感じますね。ゆるいこうつながりというか。いやこれマジでちょっとフロム味ありますよ。この皆さんからのその教えてもらった情報のゆるさとか、この先危険とかどう危険なのかは一切伝えないけれど、でもなんとなく状況はわかるみたいな、そういうゆるい情報っていうやつでやってる本人めちゃめちゃ今熱くなってます。どれだけ嬉しいことか。なんだここは。今のはやりすぎじゃないか。もう少し上昇しゃくれの余地があってもよかったと思うんだけどな。千夢さん、敗北を知りたいんか。敗北をはすでに知ってますね。よく彼とは初見プレイ対決は実を言うと何度となくやってるんですよ。まあこの配信形式では多分初めてなんですけれども、今のところ0勝ですね。初見対決で彼に勝ったことないので、まあ、ついにこのゲームでですね、ちょっと勝ってやろうかなと思っては、ね、また何度目だこれ。スペアムさん、もう先にバーニングハートかけて、バーニングハワせることになりそうですね。マジで、マジで、そこまでさついちゃった。買ってもらえますよ。マジかよ。マジっすか。これは大きなアドバンテージですね。いや、覚醒すりゃいいんだよ、覚醒すりゃ。いただきました。覚醒すりゃいいんだろうよ、よ、覚醒すりゃよ。これはでかい。一重インオフ。落ち着け、落ち着け。KMD、落ち着いてもダメ。じゃあどうすりゃいいんだ。そしたら落ち着かず落ち着けばいいんだよ。落ち着かず落ち着けばいい。落ち着かず落ち着けばいい。瞬間ここまで落ちたんですけど笑うよ。どんだけプレッシャーに弱いんだ。わらわら。落ち着かず言われた瞬間ここまで落ちるか。左上のアさん、予算荒ぶっててるさ。落ち着かず落ち着けばいい。7K さん、落ち着きましょう。落ち着いてもミスる。落ち着かなくてもミスる。じゃあどうすればいいか。ステアムさん、タズをダイブさせました。タズをダイブ、ありがとうございます。助かります。そうです、皆さん、皆さんにちょっと僕から求めたいのはフェアな精神です。ウムドの正義が大阪で燃える。そうです、そうです。タズノアさん、落ちて行きましょう。やばいやばい。やばいやばいやばい。よ、スジアムさん、わらわら。ダメそう。これは…ラジオノアさん、やったぜ。これはちょっと熱い。マジで熱い。ショッチャンネルさん、ダイブさせた。いや、ありがとうございます。そうですよ、ダイブさせないといけません。ちょっと待って。よしよしけど、よしよし、今のどうやっていくんだ。ここが安定しないですね。これはこれではダメなのか。 7K さん、軸といえばおかえりですね。どうやって入ったか。よし、で車上のアさん、わからなくなる。頭脳プレイが、よし、スジアムさん、ダイブさせたのにまだこんなとこいるの。まだこの息です。ここがむずいな、大人。やつ、これは
やばいやばいやばい、もうね、顔がずっとにやけてますもん、僕。いつも結構配信してるとき、今どれぐらい人を見てくれてんのかなって結構実は言うと気にしながら配信してる口なんですけど、まあ誰しもそうだと思うんですけど、今ちょっと皆さんがどれぐらい見てるかっていうのを、ダジョウノアさん、ダイブさせた瞬間ダイブしました、わら皆さんがどれぐらい今見てるらっしゃるかっていうのを気にする余裕がないですね、この配信は。あとでどれぐらい見てたのかっていうのをちょっと見たいものですけれども。落ち着いていこう。はい、どんどんコメントお待ちしてます。あ、これがね、良くない。あ、で、大丈夫か。あ、これがね、良くない。サジュマーさん、現在12人。千夢さん、田原沢には近づけない。AMD! マジですか？ちょっと待って。近づけないのか。まだ下の方だろう。いや、やつも、強烈なミスをして。ははは。いやー、もう落ち着いていけばよいのだよ。よし。よし、あっ。よし。よい。よい。あー。お、KMD をジャンプしまくり。落ち着きの差が大きい。怖いな。これ関門ですね、僕の中の。こうなれば安定するんですけど、今の成長してたな、俺。よし。っていうことか。ああ、これが。よし。よし、リカバリがうまくなった。よし。よし。よし。ふう、大ジャンプ。ここね。テレビ、基本がよくわからない。よし。生き方がよくわからないんで。よし。ここから行こう。こっちから行こう。だいたい今田沢くん ここら辺と同じぐらいだろう。よし。やべ。スタジオのアさん、これ自分が言ったと確信したところで雑談配信にしてたわらにき焦らせる頭脳プレイの方が勝率あるのでは。それちょっと確かありかもしれないですね。あれ田沢くんまだそこみたいな。バーチャルは俺言えて失敗してどうすんだ俺ここセイシ、ね、違う。メグナユタさん、進捗はともかく両者のプレイスタイルに差が出てきてますね。マジっすか。大きな差が7計算まだそこ。森サジョウノアさん、バスで超えてたやないか。女の子がごめんなさい。結構面白い配信してるみたいで何よりです。はしたない。は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 い。よし、ここまで来れるようになったぞ。こっから、こっから。こっから、こっから。行かなくていいのでは。よし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 。これを、まだそこ。これを、半濁点、半濁点。これを、これを、よし、よし、これですよ。はあ、今まだ40分ありますよ。まだまだまだ慌てるような時間じゃない。あいつが凡ミスして、強烈な凡ミスをして共産に僕が取り返せばいいんですよ。これ難しいな。ここナイスジャンプ。操られてる。あー、やっぱむずっ、やっちゃった。大丈夫大丈夫。ここをもう、よ、ステアムさん、煽っても煽っても負けてるやん負けてるっすね。入ったな。千夢さん、
俵沢の髪の色とこの軸の色一緒やな。あ、確かにそうかもしれないですね。あ、それが玄関。戻りましたら。あ、それちょっとあるかもしれないな。戻りました、4まで。あ、それか、か、確かに。ちょっとそれあるな。ここまで来ましたよ。色のことまでちょっと考えてなかった。だから適合し、いち早く適合したわけですね。いいじゃん、プライマル。つまり軸は俵幹だった。そういうことなんじゃないですか。ダメでした。ツルンストン。惜しい。今主戦場ここに移すことができてますね。よ、スデアムさん、あっち見に行って煽って戻ってきたらクム殿が下がってるってどういうことなんですか。やっべえな、キョウさんの発言があるたびにやばいな。直撃コースでちょっとキョウさんの言葉が刺さっちゃってしまってますね。今買ってほしいんです。やばいな、やばいな。キョウさんもっと発言お願いします。キョウさんのやらかした、やらかしました今。やばいやばい、キョウさんの煽りに耐える精神力が求められてます。これはもうクムドさんを煽ってこぶする、叱って伸ばす方針に切り替えた方が良いのかもです。マジっすか、そこまで差が出てます。いや、そうなんですよね。この前あのピエンの配信した時も、あの僕ピエンを1時間11分でクリアしたんですけど、彼15分でクリアしたんですよね。お互い初見プレイで。そう。天夢さん、どう説15人、コフ超えた。コフスタジオ。コフ超えました。向こうの安定感がなかなか。オーバーショット。マジか。こんばんは、ジャンプキングで視聴者数十を。いや、今16人行きましたね。一瞬見ましたけど。時間かかりそう。よし。作業のあさん、ピエン15分は割と運もあったけどね。それでもすごかった。よし。で、これで。センター、スムさん、クムダさんをお邪魔します。バタさん、あ、相手がゲームうま男だった。そうなんですよね。相手がうまいんですよ。わあ、これは。よ、スデアムさん、あ、そこ落ちるといいですよ。まだですか。くそ、スデアムさん、言う前に落ちた。いや、常設17とか言っちゃってるよ、俺。参ったな。今、ご来訪の皆さん、ありがとうございます、来ていただいて。で、今、対戦相手の、チャンネルも、今、下の URL にやってるので、今、そこに行って、なんとか、その、今、チャンネル相手の方が、大幅に今、僕にリード広げてるらしいので、ちょっと煽りに煽りを入れて、大幅めっちゃダイブさせてあげて。これはバーニングファイトはクムドの手に。このままだとちょっと僕がちょっとビリーを使う羽目になっちゃうので、いや、僕がリュウ栽培を使う羽目になっちゃうので、ちょっとなんとしてでもちょっと皆さん僕を助けてください。ちなみにバーニングファイト、負けた方がバーニングファイト買うって言い出したのは俺の方です。あ、でもね、ベースのだいぶここからね、下に行くことはなくなってきましたね。ここを、あれです。この辺まではプラクティスの場所と思えばいいんですよ。トレーニングです、トレーニング。センター、
スムさん、ベースはファイナルファイト出したのしそう。初期チャンネルさん、プレイだけど何のアドバイスも思い浮かばない。わら。これはアドバイス難しいですよね。確かにおっしゃる通り、アドバイスってこのゲームはすごい難しそうです。これ大ジャンプでいいんじゃないですかっていう。ちょ、ステアムさん、初期さんのジャンプアドバイスがうなりますね。スーパージャンプはダメだ。でも、ついに戦場をここに移しましたよ、僕。微妙なジャンプが要求される。で、こうですよね。で、これは大ジャンプというか、で、ここら辺から大ジャンプしちゃうと、ズネさん、アドバイス、軸には手を出すな。そうっすね。でも今、手を出すなら今のうちですよ。サマーセールなんで。1000円で買うことができます。クーさん、最大ためで確実にいけるところを把握すると良さそうですかね。みたいですね。それを、ちゃんと的確に掴むのが、このゲームの、安定する方法らしいです。ステアムさん、50歩100歩マジですか、50歩100歩よし。マメハルさん、2くらいじゃダメなんでしょうか。2じゃダメなんでしょうかって、あれ、なんか、これはここや、いかんのか。意味が違ったらしいですね。そうですね、ウォーデンです。あー、これウォーデンですよ。みんなウォーデン言ってましたね。あ、いた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 。そう、なんだっけ、あれ。フォーオーナー、もう田沢くんがやってましたね。するん。だから、ウォーデンの存在自体は田沢くんのおかげで、名前は知らなかったですけど、いることは知ってました。今まさに言われた瞬間、落ちちゃった。豆春さん、踏んでいた瞬間、落ちた方がマインドクラッシュするらしいね。落ちるから。はい、マインドクラッシュ本当に笑うんですけど、する思想のバーニングファイトっていうゲームを、あのゲームのために840円払うっていうところがちょっとブレインクラッシュですね。時代はクラウドなんですよ、上に行け。はい、わかりました。クラウド K さん、アドバイス、初期さんのプレイを再生しましょう。わかりました。初期さんのプレイを再生ですね。了解です。今、いや、今わかりました。初期さんのプレイをポレスすればいいんだ。そうだ。ってことで、俺は今から初期さんです。俺は今から初期さんですって言ってから、ダイブするまで、1秒かかっ。頑張って。本当ですか。ここまで来てる。よ、ステアムさん、ブルンって言った瞬間に相手落ちていきました。本当ですか。やった。やったやった。なな、Kさん、これは初期さん。ここまでしちゃった。これは。来ちゃった。や。KMG さん、初期チャンネルさん、これは初期さんじゃかなそう。マメハルさん、このキャラになったつもりで、ここでジャンプすればクリアできると思うよ。この年でこれだけのジャンプしたら僕死にますよ。本気で死ぬと思う。多分自分の体重の自重に足が抑えられ、耐えられない気がします。引き締めていかんと。そう、子供の頃って全力でジャンプしましたよね。来ましたよ。次のステージ、置いとこ。来ましたよ。ガロード。ちょっと上の様子見とかないと。福さん、8個目。あ、初期さんの大きな失敗をしたら、無言でリトライ。大丈夫大丈夫、まだ慌てるような時間じゃない。ここです、ここ。まだ慌てるような時間じゃないって言ってから、ここで失敗するのが良くない。リカバリーはここで十分なんです。
マミハルさん、福さん、はじめまして。よりキノコ食ってジャンプをする習慣があるではないか。そうですね。怠ったか。よ、ステアムさん、もう慌てた方がいいです。ケンタ、スムさん、相手の内面の面いってる。マジかー。ちょっと皆さんお願いします。煽りに煽って相手を上げてください。もう少しコツをつかんだら一気に駆け上がりそうな予感がします。あと30分。大丈夫です。まだ。一重陰陽の田原沢に会いたいか。いや、会いたくないです。なるほど。やばいやばい。その現実を直視できない。待って待って待って。待って待って。はい。対戦相手、やはり強いか。このゲームならワンチャン勝てるんじゃねえかなと思ったんですけど、まだ、いやでもまだ30分ありますからね。左ルートを進める。いや、30分後に。残念ながら相手側には初期さんから褒めて伸ばすコメントも入ってしまっております。マジか。これ、泣きの30分延長しましょう。泣きの30分、いや、大丈夫。僕はそんなことしません。ちなみに相手は最初配信トラブルで、配信トラブルで、なんか、一旦、配信がストップしてたっていうアクシデントもあって、なおこの状況でございます。左ルートだったらどうしようって言う、戻ってるどんどん戻ってる、半濁点半濁点、まだ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 、それはここで、いや、ノーミスでどんどん行きゃん、スタート地点まであっという間に追い越せますよ。そうですね、車上の朝5分ほど遅延ありましたね、最短ルートではですよね、まあ、まあ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 、ちょっと本気出しますね。申し訳ないです。今までちょっとパフォーマンスしてました。できますよ。ケンタ、スムさん、落ち着いて。よ、ステアムさん、遅延あったのに負けてるんですか。あれ。まあ今ちょっと、まあ見ててくださいよ。一歩進んでめっちゃ下がる。まあちょっと見ててくださいよ。まあこれこれ今この落ちたのが最後です。皆さんに。皆さんに、落下の、シーンをお見せするのはもうこれが最後です。ここまで落ちてきました。ここからですよ、ここから。皆さんには悪いですけど、ここから始まるんですよ。僕のサクセスストーリーが。危ない。まあ、見ててください。カラスが何か加えてましたね。配信のこと考えてエンタメしてただけでしょ。そういうことですよ。そういうことです、そういうことです。これは何かのヒントかな。申し訳ないんですけれども、ちょっともう落下するシーンを皆さんにお見せすることができなくなっちゃいましたね。ありがとうございます。ごめんなさいね、本当に もうちょっと落下するシーン見せてあげたかったんですけど、ちょっと残念ながらもう僕も地面コルゲーム、ちょっと本気出さなきゃいけなくなっちゃったみたいなんで、少し本気出してですね。キングハナゲさん、残り30分切ったからここから本番ってことですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。ステアムさん、はい、だいぶキング。ノー。そう、そういう、そういうことですよ。なんか同じ場所ずっと繰り返してるような気してますけど、これあれです。溜めてるんです。溜め。チャージ。チャージしてるんです。やべ、じゃあここでチャージしていけないって。残念ながら、マメハルさん、ここだけ重力100倍なのけ？そうですよ。わしに英語はわからない。重力100倍で、重力100倍の、ベジータが使ってる、100倍のトレーニングの、セット終わり。を、使おうとして、スイッチ入れてしまったヤムチャの状態なんですけどね、実際のところはね。美味しいですね。みんなユタさん、それは耳が見つかないやつ。そうですよ、そうそう、その場面を今思い出しました。なるほど、入ったな、まずいぞこれ。 ちなみにですね、すでにマイクロソフトの、URL でバーニングファイトでいつでも買える状況にはしてあります。ガラスを移動させました。まあ使わないですけどね、排水の陣ということで。マメハルさん、これ終わったら壺おじやたの最速狙うんだろう。ステアムさん、おかえり。壺おじは絶対勝てないです。壺おじ、彼実績フルコンしてるんで、全ての実績彼埋めてますので、あれ勝つことは絶対無理です。
多分日本でも、うん、あの相当の上位のランカーです、彼ツボは。なのでそれは無理です。まあ、知ってて挑んだんですけどね、これな。そこの手のゲームに対するいいからルーズソックス外せよ。はい、すいません。いけそうだ。もちろん。やばいやばい、ルーズソックス脱げない、ルーズソックス脱げない。こっから、こっからジャンプできない。なんか、なんか見えない門があってですね、上の方にこう飛ぼうとするとですね、そのそう、そうなんですよね。まあ、それはちょっと皆さんにそれを見せられなかったっていうのも実を言うとあります。彼の、そう、今までちょっと彼の存在を皆さん知らなすぎたんで、ちょっと、ちょっとそれを世に知らしめようって言ったところも、実はこの配信での僕の隠れた目的だったのは本当です。まあ、同時に僕のヘッポコプレイも白日の下にさらされたわけなんですけれども。これも。スムさん、ただバーニングファイト買うだけじゃつまらないから、ワンコクリアまでやり込むのを追加しませんよ。スムさん、良いからの画像。はい、わかりました。頑張ります。さっき、もうこれで最後って言ってたはずなんですけどね。なので、彼、結構ゲームうまいので、ちょっと彼のチャンネルはぜひ皆さんも登録してあげていただけると結構面白いですよ、彼の配信。トークも面白いので、いきなりちょっと若干真面目なものになりました。 V 事務所から、まだ終わらないです。まだまだ、もういや、ここからここから始まります。ここから本番。そう、ちょっと皆さんぜひ、結構ベルトフロア特化をメインに結構やってますけど、ケーフもやってます。ケーフも彼うまいです。あ、僕とちょくちょくやってます。何をやってるんだ俺は。明らかに坂道やったじゃん。ちょっとそうですね、天津飯と戦ってるのにもかかわらず、いつまでも道着を脱がない悟空の状態ですかね。第21回の。なので、ちょっとこの悟空はこのままだと準決勝で敗退して、マジュニアと戦うのは天津飯になっちゃいますね。入ったな。ナイスジャンプ。千夢さん、カメムド。おい、ここに来てまさかのタートルズセットかマジかよ。亀ムド、亀ムド、亀ムド、ちょっと重力が大きすぎたか。亀ムドはちょっと今面白かった。ステップアップはいい。オンミー。ちょっと待って、あとなんか煽る相手間違えてませんか。僕じゃない、あっちだ、あっちあっち、皆さん煽りましょうよ。悲しいですよ。亀ド、亀田三兄弟とかいましたね。ここ難しいな。こっからこっから。ピュンタ、スムさん、今亀田ってどこ行ったの。亀田聞かなくなりましたね、確かに。普通にこっちなんだよ。僕はあの人たちちょっとあまり好きになれなかったんで。やっぱりちょっといなくなったのが少し嬉しいところありますね。車上のアさん、悪心的クムドコイ。ちょっと待って待って待って、行かないとダメそう。やばいやばいやばい。クムドを信じん。ブーさん、そこワイも苦手。左。なんかみんなが、ね、なんかちょっと待って、あ、だからもう一回言いますけど、煽る相手間違えてませんか。大丈夫ですか。僕もめっちゃ今面白かったですよね。アクシンクムコイ。もう一回言います。頼みますから、皆さん煽る相手あっちにしてください。僕じゃないんだよ、僕じゃない。煽りやめて、煽りやめて。まだ前ぐらい。なんでなんでなんで、みんな初対面なのに僕のこと煽るの。
ふむどか油なんだってちょっとあのすいません、皆さん煽りに涙抱えて笑ってるんですけど、あーほらこんなことなっちゃう、なんかフェアじゃない気がするな。買った側に焼肉追加を今から提案しても良いかもしれません。なるほど、久しぶりにちょっと楽しい俺これ。ごめんなさいね、ちょっと同じところの繰り返しばっかりで、ね、配信の絵面的にはあんまり良くないんですけど、焼肉この対再演相手とのコントラストっていう意味ではちょっと面白いかもしれないですね。世の前でもちょっと相手強すぎたな。頼もうかな。ちょっとな。ニコニコ。対戦相手になってくれる人はあいつしかいないからな、俺。焼肉ファイト。千夢さん、リミッターとかなかったんやろ？マリハロさんが煽られて心の底から喜んでおられて、どうなってるかって。嬉しいですね。わからないから。やっぱ配信は煽られてなんぼですからね。何とも言えないけど。買った方が焼肉を奢ってもらえる権利追加します。あ、彼焼肉好きなんですよね。まあ、実は俺リアルで会ったことあるんですけど。あ、ちょっと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 。これで。その際はご一緒させていただきますので。可能性は。どうぞ。いやでもちょっとまずはバーニングファイトに。彼相手にギャンブルは多分840円が限界ですよ。彼のおごりで肉パーティーですよ。マネハルさん、負けた方が焼肉になってもらいます。ちょっとせ、ちょっと危ない危ない危ない。カニ側からは対戦相手の状況はわからないですけど、叙々苑受けて立つくらいの気迫が出てましたよ。マジですか。いやそりゃ叙々苑とか使ってましたね。悲しい。ジョジョ園ってあれ日本全国あるんですか、あれって。やべ、やっちゃった。ステアムさん、負けた方は初期さんにもおごらないといけないみたいです。ただいまちょっと待ってください。賭けの内容が変化してませんか。大丈夫ですか。スムさん、いつの間にか焼肉追加されてるいつの間にか焼肉になってませんか。スタミナ太郎とかだったらまだいいんですけど、ジョジョ園はきついな。スタミナ太郎だったら2000円でなんとかなるんですけどね。戻りました。千夢さん、俵沢茶色のレンガに合ってる。デズナユタさん、マジか。なるほど。スタミナ太郎を追加。スタミナ太郎はですね、そう、前の配信でも言ったことあるんですけども、秋田県民はスタミナ太郎 の発祥の地は秋田だと思ってますからね。実際は茨城なんですけどね。高坂はわらわら。文句の空気は美味しいですね。あと20分で、そこまで追いつかないといけないんですか。スムさん、そうなんです。そうなんですよ。違うんだ。あ、もしかして秋田の方ですか。俺じゃないんだ。スタミナ太郎行く前にこのゲームに勝つための、スタミナだね。はい、すいません、気をつけます。俺の別れの方なんだ。そうなんですよね。おごるのは、まあ、スタミナ太郎全部彼の方なんです。撤退しちゃったんで秋田にはもうないんですけど。僕じゃないんです。多分スタミナ太郎がうどん食べ放題やってたせいで、秋田の稲庭うどんをなんか想起したのか誰かがなんか言ったと思うんですけど、みんな思ってましたよ。スタミナ太郎は秋田の新田を発祥って。バイ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 。よしよし、これはこれぐらいで、よし。ここが難しいんですよね。よし。もう？これめっちゃ難しすぎません？ここ。チャンネルさん、まだ諦めるには早そうです。諦めてないですよ。ちょっと待ってください。ステアムさん、ここに来てなんて良い勝負してるの。まるまる。いや。諦めてなんていないですよ。だって。ここによくいらっしゃって、このチャンネルにもよく遊びに来てくださってる、有名なスラムダンクの監督がおっしゃってるじゃないですか。
諦めたらそこで試合終了ですよって。そこを来た方がいいですよ。よし。ふう。諦めたらそこで試合終了です。あ、ちなみに僕の座右の銘は諦めてそこで試合終了にしましょうなんですけどね。デッチさん、左手は添えるだけ。なるほど、左手は。そう、あ、彼は煽りに対してそういうブロックまで仕掛けてくるんですか。デッチさん、こんばんは。恐ろしい男だな。相手の煽りをそんな風にしてブロックする。ちょっとこれ難しすぎません、ここ。今のところここが最難関な気がするんですけど。やっちゃった、また。滅びはないはず。やっちゃった、やっちゃいけないことした。安西先生は今日いやいや、 W どうかな。安西先生すら諦めてる可能性が。マジか、怖いですよ。柳田さん、果たしてスタミナ太郎とバーミングファイトを手にするのはどちらか。この場でとデドエンですよね。ずっと待ってる。安西さん、いいね。超アキラ伝説、ここまではくれないはず。潜水室7K さん、地球作戦。待って。天夢さん、レイアップシュート決めたことあるんか。もう先上行ってますよ、わら。やばい。本当ですか。レイアップシュート決めたことありますよ。あ、もう僕あれです、昔バスケ部だったんですけど、バスケ部で、ね、中学校の頃なんですけど、バスケの公式通算得点が3年間で臆せば死ぬぞ。2点です。ブリーチの作者が言ってましたよ。レイアップシュートでした、公式戦で。まあ、2年生からだいたい試合に出してもらえるようなんですけど、公式戦の。そうですね。得点は2点です。今場所突っ込みましょうよ。ジャンプがしたいです。デッチさん、グムドさんは今まで確認をやっていて、ジャンプの練習はとても楽しかった。行けばわかるさ。そうですね、ネームレスの促進に。食っても面白くないやろ。頼んだ肉を食べるときは全部わかめスープに入れてくよう。あー、わかめスープいいですね。美味しいと思います。ちょっと待ってください。まだ終わらんよ。飛びすぎだな。ケンタ、スムさん、国勢だけあってジャンプの使い方がうまい。うまいですよ、小ジャンプと中ジャンプと、大ジャンプ駆使してやってますね。次。ピラミッドの桜木のゴール前シュートの特訓すごく好きなんですよね。あれいいですよね。ミドルシュートってところがいいんですよね。スラムダンクっていうタイトル。アブクストスポーは少しだけやってました。まあ入ったな、ちょっと待ってね。やばい、もうこれすぐこうなっちゃう。こっから先進めない。あっ、落ち着きや、俺ちょっとだけお聞かせてもらっていいですか。ここ集中。スムさん、残り14分。了解です。じゃあ残り14分で、ちょっと静止コマンド覚醒を使わせていただきます。ここも集中。 7K さん、グムロさんはダイブキックで。ダイブキック。スムさん、そろそろ慌てる時間。悲しい。さん、そうなんですよね。悲しい。ギャップ強さでサッカーを、スラムダンクではバスケをしっかりハマりました。そう、ステアムさん、圧倒的。
そうなんですよね。僕も世代的にはスラムダンクの世代で、特に忍者龍拳伝よりむずいんか。忍者龍拳伝実際のところ僕なんか3ぐらいしかやってなくて、1とのどっちが難しいかって言われると1が動画勢なので。ゆたさん、相手が今34画面落下を果たしました。やったね。ざまみろっつってるからさ、このキャハハハって、キャハハハって鎌田さんが言って、あ、やべ、なんでもないっすやばい、今すごいこと言っちゃった俺パニックってるすごいこと言っちゃったぞ今俺、気にしない、気にしない、やばいな、今 KMD の謎が解けちゃったぞ。しかも結構15人見を見てますよね。前はこれポロッとあった時ね、5人ぐらいしかいなかったんで、ワンだったんですけど、まあいいんですけどね、気にしない、気にしない。よし、これでも面白いですね。いや、7、K さん、精神コマンド集中使いましょう。千夢さん、まだ強いか。トランプキング好きか。好きです。まだそこで。今度は嘘じゃないです。半濁点、半濁点。ああ。怖いよ。怖いしか言ってない。シュート2番もんだよこれじゃ。怖いとしか言ってないな。進んでるんだ。KMD を。どこまで進んでいるんだ。これが良くないのか。これ以上言ってたら。よし。ふ。作業のあと11分。はい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。こっから、こっから、こっから。怖いよ。7、K さん。この下水鉄壁使ってる説。鉄壁使ってますね。いくらやってもダメージ3分の1に抑えられちゃってる。チューニングが正確になってきてますね。よし、慣れてきたかな。いやでも対戦相手これいるっていうのマジで楽しいですよ、ほんと。あばばばばばば、まったく、もう少し集中力切れるとこうだもんな。やべ。よ、スジアムさん、あれ、まだそこですか。店員に言ったけど、あと10分です。こっちもまだそこですか。果たして焼肉とバーニングファイトはどちらの手に。あと10分です。果たして焼肉とバーニングファイトはどちらの手に。焼肉バーニングファイト。スタジオズネさん、急ぎましょうズネさんの急ぎましょうがマジで、マジでこの緊迫感が半端ないんですけど。バーニングファイト。急がなきゃいけない相手に急ぎましょうっていうのって良くないと思うんですよね。ズネさんの心からの応援。やばいやばいやばい。やべ、あー、よし、これでここで5杯ジャンプ、少しジャンプ、少しジャンプ、チョンジャンプ、チョンジャンプ、チョンジャンプ、ハイジャンプ、これダメか。ここもあそこが少しあれできればまだチョンじゃダメなんだもんな。完全なチョンじゃダメっていうところがいやらしいっすね。このカラスは何なんだろう。よし、とりあえず、よし、よし、よし、触っていった方がいいんですかね。よし、左にカラスいる。現実は非常である。よし、1アップあるよ。1 UB。 嘘ね。ここ
こ難しすぎません？そんなアイテムがですよね。でこのゲーム、ここでハイジャンプかな。いった、クソったれだ。ここでこうで、こうで、こうで、こうで。カラスとは。皆さん見てます？これ。僕。このゲームでは一体何を意味するのか。ちょっと待って。空中庭園とか言ってます？この人。1時間で空中庭園まで行っちゃったんですか？マジかよ。1時間半でそこまで行っちゃってる？悪いな。ケンタ、スムさん、大幅リードの展開。わー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 。カラスとは一体、ブボボボ。結構後の方じゃないですか、空中庭園って。ありがとうございます。デッチさん、シュート2万、本特訓の時の、一体何なのか。桜木が食堂で食べたメニューカツ丼、おかずコロッケ、3万、よくわからないまま。ホイコロー、味噌汁の代わりにラーメンに牛乳はすごい。カラスのところに行ってます。ですね。まあ、それだけカロリーを使っていたってことだと思うんですけど、僕もそれぐらいのカロリーがないとちょっと勝ち目がないな、そろそろな。これもう6分でそこまではいけないよな。やめてください。やばい、ベジータ、ベジータ、やばいやばいやばい。さあそこの大ジャンプを見つけれなかったところがちょっと敗因だったかな。他にもなんかいろいろ敗因はいっぱいありますけど、落ちなかった試しがない。いやでもそうだよな、もう空中庭園だったらセーブポイント手に入れちゃってますもんね。レグナイタさん、会員インタビューが早い、笑ちょうど中に入れて。1時間で空中庭園って結構やっぱり普通にやっててもそこまで1時間でいけるんですかっていうレベルだと思うんですよね。入れた。よし、まあ俺は俺で。やったぜ。7K さん、非常処方よ。スジャムさん、クムドさん、今回の勝負の敗因は。スタジオノアさん、今のお気持ちをどうぞ。今のお気持ちですか？悔しいです、悔しいです。来ちゃいましたよ。何回やっても何回ここまで。この私、クムド、ジャンプキングは最高の動きをした。それあれですね、両南の監督です。さすがに言う、うまい。両南の監督名前なんて言いましたっけ。まあ、いったな。これは負け格か、これ。いやこれ5分であとどこまでいけるかだよな。ありがたいですね。結局5分で。デッチさん、そうそう、タオカ、あ、タオカモイチだ、タオカモイチ。そうですよね。悔しいの、悔しいのですよね。海南大付属の監督とライバルだったんですよね。うまい。本当ですか。豆春さん、5分でどこまで行けるかなだと。入った瞬間、起きそうな言葉ですけど。そうですよ、ヘクター87の5分。今から打ち合わせさせないと。今ヘクター87の5分間タイムアタックだったと思うんですけど、それともあれです。こちらには側があるからそれだけでもう勝ち確。あるいはスターソルジャーでもいいです。ですね。もう多分初期さんがこっちのコメント一切してないところを見るとあっちに夢中になってると思うんですよね。絶対そうだと思うんですけど。いやあいつ、これは孫悟空、豆春さん呼ぶ流れ、デッチさん、負けた経験が必ずクムドの役に立つ時が。チューバーが上向いてる時点で既に勝負が決まっていたのかもしれないですね。整列の時間はあと3分。なるほど、確かに常に上向いてますからね。
工場心の塊ですよ。あ、間違えた。ステアムさん、すぐ忘れるからノートの人。忘れちゃった。そっち雨降ってる？さっき降ってたと思いましたけど、今降ってないですね。初期チャンネルさん、両方静かに見てます。あ、いらっしゃいましたか。これまたてっきり。いやでもあいつ絶対うまいと思うんですよね。彼のゲームセンスは結構全国でも結構有数だと僕は思ってて。千夢さん、グムドとかいうカメレオンジェイル。カメレオンジェイルって何でしたっけ？カメレオン脱獄どうだろう。カメレオンどう？2分か。そう、彼は絶対。マミハルさん、今日は湿気が多いから膝が本調子じゃないんだよ。言い訳で。言い訳はしません。言い訳はしません。僕は負けた時に言い訳をしない男なんで。最後にあそこを越えてカズヤム食いましょう。ラジオノアさん、関西は降り続けてます。本当ですか。あ、僕ちょっともうヘッドホンしてるからかな、ね、もしかして、うん、さっきは間違いなく降ってましたね。でもなんか降ってる感覚は今なんか気圧的にはなさそうです。千夢さん、スラダンの前の連載、それあカメレオンジ、あ、打ち切り食らったやつか。さすがにそこはちょっと私ちょっと存じ上げないですね。さすがにスラムダンクからしかわかんない。ここから、あの点で昇るキューピッドもだから読んでないですよね。トガシですけど、半濁点、半濁点、スーパーダイブキック、マイダイブキックしちゃいました。ここまで。久しぶりに台叩きましたよ。台の代わりに自分の膝ですけどね。これはゆたさん、どこへ行こうというのかね。それあれですね、誰だあいつ、魚住か、魚住に対しが逃げようとしているところに、田岡監督がこう声かけるんですよね。あれ違いましたっけ。確かそうですよね。もう無理ですって。ヘッドホンしてる時に絶叫やめや。すいません。ないなる。よ、ステアムさん、あ、グムドさん、上に向かってます。レブナユタさん、ここの中にいるのは結構風。ムスカか。私はムスカ大佐だ。そしてさらに三分間待ってやる。ここか。そういうことは僕は。レフナユタさん、ここ疑問ですね。終了。ちょいの中に行って。さらにっていうところですよね。おたわ。レフナユタさん、無料始まったんですが、やめ、計算。終了しました。ちょっと豆春さん、ダンス中継。 M さんどこにいるか、 KMD さんがどこにいるか確認します。お疲れ様でした。相手どこまで行ってました。お疲れ様です。お疲れ様です。楽しかった。結局最終的にこれようやく僕あっちの方ちょっと開いてみようと思うんですけど、お疲れ様でした。余裕の勝利。強すぎだろ相手。ちょっと待って、強すぎ。千夢さん、応援下手ですみませんでした。いやレブナユタさん、お疲れ様でした。思いのほか面白かったです。お前飛びすぎだろう。おお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 おいやあ、田沢君は強敵でした。あ、ちなみに田沢君っていうのは本名じゃないので、昔。さん、すぐ700に。あ、いいっすね。その頑張れ、田原沢っていう。なるほど。はい、そういう。ここでの手癖が明暗分けるかもしれませんね。ですね。
そういいですね、ファンタさんの、そうそうそう、あのあえて僕の配信ところで俵座を応援するみたいな、こういうキレキレの煽りとかっていうのは僕はポイント高いですよ。